どうもー。ですね、人間というか、まあ人間ですね、なぜね、行動ができないのかということについてちょっとお伝えしたいと思います。なんかこう、例えばやりたいことがある、例えばそうですね、ダイエット、ダイエットをね、したいとこう思うじゃないですか。で、思うんですけども、結局行動ができない、行動ができずに結局ダイエットをしないというか、ダイエット失敗するとこまでも行ってないということに、なることがあると思うんですけども、なぜ、そのダイエットができないのかと、行動ができないのかということは、まずね、これがこういう、風に進んでいくというか、まずね、考えてしまうんですね。考えるね、考えてしまって、次に、悩みますね。例えばダイエットしようけど、でも何しようかなとか、でもダイエット続かへんからなとか、いろいろ考えますよね。ほんでこう、いろいろ悩みますよね。こう、どうしてもこう、行動的に時間がないとか、いろいろこう考えて悩む。ほんで、結局止まると。止まるということになるんですね。で、結局だから、行動できない人っていうのは考えてしまって悩んで、ほんでそれをやらないという状態になってしまうということなんで、まずね、行動するためにはすぐやるっていうことですね。すぐだから考えずにやるっていうことですね。それをしないとなかなかできないっていうことに、なります。ですね、ほんでね、例えばね、そのやらない、例えばダイエットのことで言うと、ダイエットをしないと、まず体重は絶対に落ちないですよね。体重は落ちないというか、こう痩せることはできないんですけども、例えばすぐやると、なんかこう、例えばランニングでも食事制限でも何でもいいんですけど、すぐやるとするじゃないですか。すぐやるとすると、例えばその痩せるために 0.1% でも、可能性が高まる、0.1% でも可能性が高まるっていうことになるんですね。こういう考え方があるんですね。死ぬこと以外かすり傷っていう、まあまあ本もあるんですけども、結局ね、何かをこう考えずにやって失敗することもあると思うんですけども、その失敗することによってね、失うことは何ですかということですよね。ほとんどこうないと思うんですよね、失うことなんかね。ほとんどそのもう死んでしまうようなことをやったらダメですし、まあまあね、他に例えば借金のこととかね、そういうことで言うと、ちょっとこう何も考えずに、借金するっていうのやとちょっと良くないかもしれないんですけども、それ以外のことに関してはね、まずやってみると、ダイエットやったらまず走ってみる、走ってみて、例えば膝を痛めたらちょっと次歩いてみるとか、いろいろ考えて変えたらいいんですけども、そのまずやるっていうことですね。すぐやるっていうこと、これをしないと、なかなかできない。で、どうしてもね、そういうふうに、考えるというね、こういうことをしてしまうので、やめてしまうじゃ行動ができないということなんで、行動をしたい方はね、考えずにやるという、まずやってみると、一歩踏み出すということをこうしていただきたいかなというふうに思います。だから考え、あ、これなんで、できないかと、行動できないかというと、考えることによって悩んで、ほんで止まってしまうということがあるんで、考えずに次にこう進んでいくっていうことですね。まずこう見る前に飛べというか、そういうところが、をやっていけばいいんじゃないかなというふうに、思います。では、今日の動画ではですね、なぜね、行動ができないかということについてお伝えしました。どうもありがとうございました。